今のうちに納豆から。いただきます。どうぞ。毎回そうなんだけどさ、夢が混ぜとは間に食べ終わるよね。これで今日のカレーは全部納豆に。ありがとうございます。IQ1 大丈夫。時間一回切ってやり直さない。そうなの、その方がいい。20分でしょ。そう。なんと乾杯の動画が撮れてませんでした。初めてこんな失敗した。しかもさ、チャンネル登録1000人でおめでとうっていうこの記念の動画で乾杯イエーってめっちゃテンション上がって、でシャンパンポンやったらバンブシャーってなって、うわーってなって、すごい。でも多分今回の動画で一番撮れ高があったこの30分間が撮れてないっていう、もう絶望。まあでももう撮れてなかったものはもうしょうがないから。改めまして、チャンネル登録1000人突破ありがとうございます。乾杯。うまい。テロップでもさ、なんとかなるじゃん。だけどやっぱさ、この1000人って一応1個目の節目じゃんね。そこはやっぱり乾杯したいよねと思って今日撮り直しました。いや本当に見てくれるみんながいるから私楽しく YouTube ができてるので、もう本当にもう感謝の感謝の感謝してます。まだまだ美味しいもの食べたり、お酒飲んだり、楽しいことしたり、新しい挑戦をしたり、いろんなことをねこの YouTube でやりたいと思ってるので、これからも一緒に乾杯してください。この撮影の日はね、うちら2人とも生理で1000人記念っていうお祝いでしょ。だからもうね、もう気持ちが高ぶって胃袋が大爆発してピコッてやばいやばいな回になってると思うので、楽しんで見ていただけたらと思います。それでは本編に戻ります。どうぞ。切り取ったから今切れたんだもんね。うん。おいしそうね。え、おいしそう。少なくない？いただきます。うん。やめろって書くんでしょ。定期的に夢動画で馬にされとんの。馬やめろって書く。馬やってるつもりはないんで。もち玉猿やろよ。うん。稲葉は一緒。もち葉は。ごめん、食べた時にやってたからね。突っ込めんかったね。つまんな。これが1000人と思うんだろう。ちょっとね、油があるところでやったらね、持ち上げんから。うん。初めて食った揚げ餅じゃなくて持ち上げって言って、ああ持ち上げこれじゃない。どうやって食べるつもりなん、これは。これをね、ねえ、こういうなはずじゃねえ。持ちじゃ巻くって。そう、巻くでしょ。うん、巻くでしょ。おいしいな。巻くでしょ。でしょ。おいねおい。うん、いい感じ。うん、うまい。夢もやる、ね、絶対負けないじゃんこんなのね。多分乗せるタイプだよね俺は。うんうん、おいしいね。餅も、うん、ちゃんとおいしい。うん、餅もこう焼きたい。まあ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 、夢何にも文句言ってない。今のまあまあまあは文句言ってる人に言える。ああ、オッケーオッケー。うわやばい。はい、乾杯。揚げニンニクうまいね。ほんと？うん。もち玉猿のり巻き。うん。うん、おいしい。やばいよね。ニンニクおいしい。ニンニクうまいよね。うん。ぜひやってみてください。もち玉猿。めっちゃうまい。うん、これうまい。これ最高だね。うん。これ最高だね。これめっちゃうまいね。いいのできちゃった。
ちらってやっぱ天才なのかな。また二徳を困らせる天才でかからないよ。困ってる私。困っちゃってよ。ありがたい。ちょやめろ。いいよ。しかしゃべる。これめっちゃいいね。2本買ってきても飲み切れてくださいね。え、困る。今日もお酒足りなくない？うん、コンビニコースだね、これは。コンビニコース、コンビニコースだね。マッコリもあるしな。マッコリってどんなもんだっけ。マッコリ、美味しいやつ、甘くて。うん、違う、私が聞いてるのは何パーかって話。美味しいかどうかは飲んだことあるから知ってんだよ。うまいんだよ。あの、韓国料理がマッコリ。 6%！ な、そんな切れる？切れすぎ。ねえ。どうやったらうまみ大丈夫？惜しい。ステップ1、太る。ステップ2、扁桃腺を取る。扁桃腺ないから私、手術で取ってるから。え、嘘でしょ？いいとこだよね。あ、そうなんだ。うん。ポップなんだ。マジうますぎたの。うまっ。私肉全部なくなると思ってなかった。ちょっと食べたね。うん、マジでめっちゃうまい。マジ巻くべき、巻かないべき。巻くべき、巻くべき。ホクホクなんだけど。マジマジやばい。もうほんまのやめて、いちいち笑わかすの。うん、え、やばくない。うん、このタイプマジ美味しくない。マジうまっ。マジうん。いいよ、ありがとう。ありがとうってわかる？ありがとうってわかるかな？危ない。面白い。もっとすげーよ。え？やだ、無理。あ、少なくない？ビール、熱い、熱い。これ絶対作る。やこ、ワインのおつまみ。白ワインと。こう、チーズは最高やろ。うまい。うん。ハチミチーズはぜひ焼いて食べてください。うん。ゆめ顔赤いよ、今日珍しく。今日ゆめちゃんが酔っ払っております。うん、あのね、お祝い事とかになるとダメなんだよ私。そう、バヨイするの。あ、そうなんだ。うん、嬉しいことあるとすぐね、酔っちゃう。そうね、そうね。よしよしよし、オッケー。え、オッケー、聞いてる。今日は炭酸で割ります。はい。炭酸で割るっつってもさ、もうほぼストレートだけどね。毎回思うけど。だって気持ちでしょ。ちょっと炭酸の風味つけたいみたいな感じでしょ。ちょっと微炭酸が欲しい。いいいいいい。よし、マッコリ乾杯。乾杯。やばい、これやばい。今日多分ウコン飲んどいてよかったね。ほんとね、今日、今日ダメだ、うん、めちゃくちゃあの飲みやすいお酒を選びすぎてしまった。違いない、うまっこり。飲んで、うん、なんやまい、おいしそう。醤油、まさかクローゼットに入ってるとかないよね。クローゼットに醤油やばすぎる。なんかコマやりかねえもん。なんかわけわからんとこから調味料出しそう。多分わかんないと思うんだよね。うわっ、うわー、やばすぎる。いや、マジで酔っ払っとるわ。主語のキャラ崩れる。よし、じゃあ一旦飲もう。コマも酔っ払っと。あんなよ、モンブラン、モンブラン、プチシュー、ミオ、ミオ、シャンパン、ファミポテ、ファミスイキー、トップとポッキーとジャイゴ、ね、やばい、いいね、ね、ね、最高すぎてやばい。コマちゃん、コマ、なんと、今回コマちゃんよりも先にユマちゃんが酔っ払うという今回です。イエーイ。コマ今酔っ払ってないんだけどさ、ユマちゃん酔っ払ってんだよね。クワトロ何にする？めっちゃクワトロ。は？ね、最高すぎて。何飲む？とりあえずこれ飲んで。あわてんぼうの夢たクロース、クリスマス前にやってきた。飲んで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 
みたいだったよ。クリスマス前だからさ。クリスマス前は全部許されるタイプ。はい、くまちゃん、これ一個で全部食べちゃう。全部飲めちゃう。めっちゃ足の裏の味がする。最悪。今から食べようとしてたのに。うん、チーズ残ってる。で、足の裏の味でしょ。一個いっていい。足の裏食ったことねえんだよ。うまっこり。面白い。あ、いい匂いする。優しくしてなすりつけられる。うわ、ジュースきた。ジュースきた。ジュースきちゃった。アスロラジュースの味するんだけど。あざす、あざす、ねえあざす、ねえねえ、そういう風にするから酔っ払うんだよ、ねえねえ、コーマから飛びたいのに。うん、コマと飲んどって夢の、夢の今日酔っ払ってるって思って一回もないもんだって珍しいだから。ねえ、あの夢のプリンとって、あー、お水だ。ありがとう。どうぞ。はい、どんどん。はい、どんどん。はい、どんどんまた入るね。ねえ、どうしよう。酔っ払えない。夢が酔っ払ってるからね。いつもと立場が逆転してしまった。酔っ払うと夢もポンコツだからね。よくない、それはよくない。しよう、げんよ、もう。私の弟です。せーのーで、ねえ、わからんよね、突然せーのーではわからんよね。食べな、いいよ、食べな。うん、危ない、大丈夫だよ、あるよ。今日ダメなの。それ飲んだ、くまちゃんの動画見た？ CM ついたの。ちょっとねえ、ゆめちゃん電車の中で泣きそうになっちゃってさ、嬉しくて。やばかった、これ発狂した。発狂じゃん。ちゃんと控えめなんだ、偉い。うっさい、うん、これ新商品だよ。コマがずっと足の裏の匂いがするって言うんだよね、これ。全然足の裏の匂いするけど美味しい。やばいよね、美味しいんだよ、ちゃんと美味しいから。誰の足の裏、誰の。ちゃんと的確に教えろってか。誰でもいいな、いねえ、いねえ。絶対食いたくない。スピード感超怖かったけど今。美味しいわね、じゃあほぼずつき。一かしの中だったらね、上位に入る。あんた飲まんないみよ。これ多分マジで酔っ払っとるの、マジやばい。え、こもこれは普通に飲みたいもん。やば、今みよ飲んだことない。乾杯。聞いてる、誰もいないじゃん。この子が飲んでるのは炭酸水だからね。やばい。家のラーメンとかマジで久々に食べる。夢も。あ。うまっ。ね、めちゃめちゃ美味しいよね。爆発って感じ。うん。うまっ。食べたい。いいよ、食べて。酔っ払う、収まってきた？お腹いっぱい単純に。マジの方のお腹いっぱいなんだけど。うん。おいしい。今何時だ？だな。もうお腹いっぱいすぎてやば。すごくない？これ目ちゃうじゃん。
小町と寝てるから目だけ。目と性格はめちゃくちゃ似てる。面白いと優しいと、小町だったら可愛いだから俺はかっこいい。よくできた弟だね。面白いと優しいだって。やばいね。彼氏おらんとおかしいよ。なんで小町が彼氏おらんの。だってゲンがせき止めとるね。積極的に帰った。うわこいつに言われ小6に言われたら小町終わりだぜ。なあ、わかりました。小6に言われたら終わりだぜ。マジで積極的にいけ。よし。でしょ、ほらもう第2弾取れんて。でもちょっと酔っ払いとか足りない。あーコマはね、間違いなく足りない。飲め。飲み会途中トイレに行って戻ってきたら、いとこの前髪がなくなってた時きりー。夢の表したいとついにしてしまうと思って、前髪が切れた。